スマホで競輪楽しむならチャリロト。なんやチャリロトって。まさかこれ並びながらでも競輪が楽しめるってこと。いいや、急なコスプレ。お先。なぜ乗らない。スマホで競輪楽しむならチャリロト。オートレースも。スマホで競輪買うならチャリロト。なんやチャリロトって。まさかこれ麻雀しながらでも競輪が買えるってこと。それええやん。いや形から入るタイプ。いやでもママチャリ。スマホで競輪買うならチャリロト。オートレースも。スタート。スマホで競輪買うならチャリロト。なんやチャリロトって。まさかこれ麻雀しながらでも競輪が買えるってこと。オートレースも。それええやん。いや形から入るタイプ。競輪買うならチャリロト。これ並びながらでも競輪が楽しめるってこと。お先。なぜ乗らない。ありがとうございます。じゃあ、まずはじめに、CM に絡めてのご質問なんですけど、はい、まあ、今日の CM で言うと行列に並びながらとか、あの麻雀しながら競輪買えるっていうところだったんですけど、はいはいはい、お二人で自分ならできる何々しながら何々みたいなものがあれば気になりますね。まあ、ありがたいですね。すいません、もうちょっとメイキングなんで。ありがたいですね。いや、邪魔になってるから。いや、あんま邪魔になってんの。ありがたいですね。嫌味やんけ。ありがたいですね、ちゃう。競馬場が近いパチンコ屋とかって、テレビで放映したりするんですけど、競馬の様子を。競馬の、こう、モニターで見ながら、スマホでは競輪をし、モンキーターンのパチンコを打ったことがあります。おーすごいね。いろんな種類の4つ全部やってた時はあるな。昔の漫画モンキーターン。はい、読んでたな。あの僕ほんませっかちなんで。めっちゃせっかちじゃん意外と。そうなんや。そう、あのお風呂上がってドライヤーしながら歯磨きしますね。あー、両頭でこう。そうなんや。もう一気にやりますね。もうそれは結構毎回朝とかももう時間ないと、プル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 。ありがたいですね。ありがたない。いや、邪魔なってるから、きっと置いてくださいよって怒ってもいいぐらい。ありがたいですね。ありがたいんや。そんなんすね、うん。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと続いて、うん、まあ、競輪に絡めてみたいな形になるんですけど、今まで一番ラッキーだったと思う出来事と、うん、逆にアンラッキーだったと思う出来事。こちらを教えていただき、ラッキーだったと思う出来事か。まあでも僕それこそ、うん、まあ、競輪のこういうお仕事なんで初めてする話なんですけど、うん、青木美優さん、うん、ガールズ競輪の、うん、名古屋駅で、うん、手振ってくれて、へえ、俺が振り返したんですよ、うん、それがニュースになってるの。そんなんあったんや。そうそう、で競輪ファンの人からありがとうございますみたいな、みゆちゃんにありがとうって振ってくれてみたいな一回あったんですよね、3月の頭ぐらい。あんまどこでも言ってなかったですけど、でなんか青木みゆさんもネットニュースで、せいやさんごめんなさいみたいな、優勝した日のすごいインタビューでなんか言ってくれてんの、せいやさんありがとうございましたみたいな、すごいやん。そうなんですよね、だからラッキーというか、ほんまちょっとファンになったというか縁を感じましたね。ええやん。アンラッキーやったことはもちろん、あのそちらとコンビを組んでしまった。ないやねん。もっといけてました。どんなに、はぁ、あ、もっと早めに M1 取れてた。もっと、遅い。遅いです、この CM も。俺のこのポテンシャルやったら2年早くやれてました。いや、お前。いや、俺やろ、チャリロとどっちかって。遅い。このギャンブルの人みたいな。どっちかって折れちゃう。いやいやいや、俺チャリンコめっちゃ早いから、僕も。いや、そっち自転車の方。僕のチャリンコ早いっていうエピソードで来たんですよね。よきて、分からんで、それ分からんけど。ありがとうございます。やっぱりアンラッキーなことで言うと、さっきアンラッキー。なんかね、珍しい、去年1年間結構参考にしてる師匠がいて、中田郡司師匠という吉本の先輩。昔のね、大昔の漫才師ですよ。そうそうそう。初代ダブルヤングですから。
その方結構ギャンブル好きで、もうその人に憧れて僕、その、いや、ちょっとギャンブルやりたいなって、軍事しようみたいに頑張りたいなって1年間ずっと言ってたんですよ。うん、ほんで、昨年末の、あの、一番でかい競輪の、競輪グランプリに、はい、軍事っていう選手が出てて、うん、軍事選手。そう、俺くん、ほんまに運命というか、すごいね。奇跡じゃないですか。うん、奇跡や。俺、軍事って言ってたし、ずっと1年間。言ってたね。軍事、軍事。ほんで、おるとはな、おる軍事さんが。軍事って名前珍しいじゃないですか。珍しい。軍事選手おったから、その人本命にして、え、何百万ぐらい かけたんですよ。400万ぐらいかけたんですよ。軍事さんに。200万か400万。この命がけで再会でした。何やねん、命がけって。軍事選手は。何や、命がけで再会って。まあでも、その、そう僕がね、こういう話をするんですよ。ほんなら、わかんないですけど、軍事選手やっぱ言い気しないと思うんですよね。そうやな。言うたら僕が結構、いや、軍事選手買ってたのにこうへんやんけ。なんやねんみたいなことをなんかツイートしたりするんで、ちょっと俺こういう機会なかったから、もう、もし軍事選手見てるとして。はいはいはい。そらあるよ。ちょっと謝罪よ。ああ、そらね。はい。謝罪ちゃんとした。そう、俺一回もしてないから。はい、いや、軍事選手ほんまに方々で名前出しては、なんか悪いこと言ったりして、本当に、すいませんちゃんと謝れ私びっくりしてるからみんな。いやいや。何してんねん謝罪やんけん。ちゃんと謝れお前。ちゃんと謝る。何やねんこれ。これ伝わったと思う。人形劇やん。はい。ラッキーなことはないっすね、ほんで。何やそれ。終わっとるわ。これ、粗品さんへのお願いなんですけど、はい、まあ、あの、せいやさんだったり、まあ、これを見ていただいてる方だったりっていうところに、競輪の面白さを、粗品さんが感じられてる、感じられてる面白さが、それはね、語っていただければな。いや、やっぱりね、競輪面白い。なんか、いろんな公営ギャンブルありますけど、うん、僕の所感ですよ、この、一番当たりやすい。確かに。わかる。だから競馬とか競艇とかいろいろありますし、競艇はなんか、6号艇までしかないから当たりやすいって思われがちなんですけど、いや、俺、競輪一番予想しやすいんですよ。確かに確かに。で、この地方ごとにこうグループになって最初走るとかが、あんねんな。複雑なように見えて、うん、意外にマジで簡単。意外とチーム戦なんですよね。意外とそうなんですよ。あとも最後の一周で、グーンってこう目まぐるしく変わる感じが見ててもハラハラするんで。ね、確かに。これ結構おすすめですね。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。